Leonardo da Vinci was a concocted artist in the Renaissance, and Leonardo did not even exist. His self-portraits were also concocted after Lucasinelli and a 3D printing technology, and even his name might have been concocted after Andrea del Verrocchio.Leonardo was a puppet artist of Jesus after 1500 years, and that is why Leonardo could leave his so-called masterpieces such as maps of Imola and Florence, as well as Mona Lisa. Leonardo was a puppet artist of Jesus after 1500 years. Here, I can show you the evidence to prove this fact.ダヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。言うなれば、1500年後のイエスのただの操り人形。2枚の肖像画が残っていますが、1枚はルカ・シノレリの顔に大きな鼻と髭をつけたもの。もう1枚は 3D プリンティングテクノロジーを使って作られた捏造画像。名前もベロッキオの名前の文字を入れ替えてできた可能性があります。ダヴィンチの作品、例えば、イモラの地図、フロレンスの地図、それにモナリザなどは人間には描けるはずもないものばかりです。つまり、これらの作品を描いたのは、1500年後のイエス。1500年後のイエスでした。ここにその証拠と証明をお見せいたします。広し林、Hamama City, Japan. この動画は、言うなれば、総合ダイジェスト版ということになります。私がダヴィンチを疑い始めたのは、このイモラの地図からです。現在3枚の地図が公表されていますけども、まあ、どれがどれということは重要ではありません。どれも、イモラの街、かなり上空から見て描かないと描けない地図だということです。あるいは写真で撮って、その写真をもとにして作らないと作れない地図だということです。まあ、それをこの動画の中、ナンバー960で説明しました。そして一番下の地図などはですね、影まで描かれています。そして道の上に置かれた馬車まで描かれています。向かって一番右の地図ですね。これがイモラの地図だということです。で、これに対して、イモラの街の中心部にあります塔から、まあ、下を見てですね、このような地図を作ったというふうに説明してくださった外国の方もいらっしゃいます。が、本当にそうでしょうか。高い塔から下を見てですね、地図が描けるものなのでしょうか。道路は、家々の影に隠れて見えないはずです。で、今ここで皆さんにお見せしているのは3枚の地図の比較です。で、例えば塀などがありますね。そうした塀の影なども、まあ、書かれているということですね。そして、建物の間に隠れている家の歪んだ角度まで同じだということです。あるいは、家の中の庭まで書かれているという点です。他にもダヴィンチはいろいろな地図を書き残しています。この後を紹介しますフィレンツェ、つまり現在のフロレンスの地図などもその中の一枚ですけども、まあ人間には書けるはずもない地図だということです。まあこうした地図が残っているわけですね。で、右の方が実際の写真です。で、色を落としてみますと、山の、なんて言いますかね、表現の仕方、平野部の表現の仕方も同じだということです。で、これがイモラの、現在のイモラの地図です。で、私もこうして真似て作ってみたんですけどもね、下がダヴィンチが500年前に
描いた地図です。道などは当時と比べてですね、現在は直線的になっているようですね。で、こう比較してみますと、細かいって言いますか、路地などは昔のままだということです。で、ここに点々がありますね、下の方にね。これは馬車かと思われます。そうしたものまで、下の、まあ、なんて言いますか、ダヴィンチの書いたイモラの地図には書いてあるということです。で、この辺が、まあ、空き地になっているのはおそらく火事か何かで木が、まあ、家がなくなったか、そして木も表現されてますね。そしてこの建物の間の中のこの建物、やや歪んでますね。平行じゃありませんね。こうしたところも正確に描いてあるということです。で、この部分を外から見ても見えないということです。すなわち、ダヴィンチは人間には描けるはずもない地図を描いていたということになります。もう一枚の地図を紹介します。フィレンツェ、つまり現在のフロレンスの地図です。で、これがダヴィンチの描いた地図です。これが実際の写真です。で、両者を比べてみますと、同じだということですね。そしてこの川が分かれているところありますね。それを線で繋いでみました。正確にそれが表現してあるということです。そして色を落としてみますと、先ほど見ましたように、山と平野部が正確に描かれているのがわかります。上がダヴィンチの描いた地図です。下が実際の写真です。高度2、300キロないと、このようには見えないということですね。で、ダヴィンチの描いた地図はですね、真上から見て描いた地図ではなくて、斜め、上方から見て描いた地図だということです。で、当時は交通事情も悪かったのでしょうけども、こうした地図が残っているということです。つまり、人間には描けるはずもない地図だということです。モナリザについても同じようなことが言えます。まあ、地図をマクロの作品とするならば、モナリザはミクロの作品ということになります。アイルワースのモナリザです。で、当初この両者を比べているときに、それに気がつきました。ほんのわずかだけ動きがありますね。頭の髪の毛の分かれ際を見ていただきますと角度がやや違います。そして、あとは全く同じだということですね。まあそうした部分から、まあ私はですね、これらが写真技術を使って作られた絵であるというふうに判断しました。上は板の上に描かれています。下はキャンバスの上に描かれています。ですから、風合いがやや違いますが、同じだということです。で、モナリザの特に襟の部分ですね。その襟の部分には1ミリの半分、1ミリの半分ですよ。0.5 ミリ、もしくは 0.3 ミリの線が描かれています。そしてその線は複雑に交差し、そしてその線には影までつけられています。筆で描いたのではなくて、細かい筆で、点点点点点と点をつけて描いたと言われています。つまり現在の私たちが使っているプリンター方式だということですね。で、皆さんも一度してみてください。1ミリの半分のラインで交差して、そしてそれに影までつけることができるかと、私は何度もやってみましたが、ほんの一部でも私にはできませんでした。というようなことから、このモナリザは人間によって、少なくとも筆のようなものを使って描かれたものでないと判断しました。左がモナリザです。右がアイルワースのモナリザです。明暗を描いてあるだけで、全く同じなんですね。すなわち、右の方は明度を上げたために、まあ、細かい細い線が消えています。が、よく見ると同じだということですね。まあ、下に私の顔って言いますか、イラストを並べておきましたけども、
左の写真の明度を落としたのが、右のアイルワースのモナリザだということです。まあ、そこに気がついたときに、私は、これらの絵はですね、人間の手によって描かれたものではないと判断しました。この襟の部分ですね。で、この上のモナリザの方ですね、は、今も言いましたように、1ミリの半分、あるいは3分の1の太さのラインで描かれています。この部分なんかはもう 0.3 ミリないと思いますよ。そしてよく見ていただくとわかりますように線が交差してますね。そしてその線を拡大してみますと、なんとその線には陰影までつけてあるということです。まあ、モナリザって言いますと大きな絵のように思っていらっしゃる方も多いかと思いますけども、小さな絵なんですね。私もこんなに小さい絵だとは思っていませんでした。で、このラインの大きさを知るために、こうして分割していって、太さを計算してみました。そうした作業も、1526の方でしてみました。このラインですね。で、この黄色い枠が 1.5×1.5 ミリですよ。センチではなくてミリですよ。そしてその幅は、太く見ても 0.5 ミリ、あるいは 0.3 ミリかもしれません。ともかくもそんな幅の線で、こうした絵が描かれているということです。そしてですね、大変よく似てるとはいえ、よく見ると、ギリシャ彫刻って、私が発見したように、ほんのわずかだけ動きがあるのですね。この部分にそれが現れています。つまり、やや時間差を置いてデータを取られているということです。ここまで似せて作られていながら、書かれていながら、しかし動きがあるということですね。で、やはり同じように念のためにこう調べてみました。今の線の太さが 0.5 ミリです。で、まあ、0.5 ミリないかもしれませんね。これ、黄色いのが 1.5×1.5 ミリですからね。さらに下の細い線はもっと細いですからね。で、0.3 ミリという数字が出てきました。そしてここを見てください。0.3 ミリの線でですね、その線が交差し、そして陰影までつけてあります。つまり、描けるか描けないかということは、あなた自身の問題として考えていただければ、その答えが出てくるのではないでしょうか。ただ、モナリザと右のアイルワースのモナリザとでは、やや模様が違うようです。明度を上げて、アイルワースのモナリザを作ったということになります。で、私たちがよく知っている、あのダヴィンチの肖像画について結論を出しておきます。これが元のデータベースです。これらの絵はすべて一応レオナルド・ダヴィンチが書き残したものだと言われています。中央の人はマンと紹介されています。そしてその絵を元にして下、右のですね、私たちが知っているダヴィンチの肖像画が捏造されました。細かいところを精査していきますと、全く同じなんですね。まあ、見た感じ同じだということも、がわかります。そして、下の右のですね、ダヴィンチの髭をの下にはですね、いわゆる輪郭まで見えているということです。薄く見えています。すなわち、髭を後で描き足したということです。この肖像画は偽物です。で、もう一枚、ダヴィンチには肖像画が残っています。これは、ルカ・シニロレディです。7歳当時、ダヴィンチより年上でした。みんな私たちが、ダヴィンチの自画像と呼んでいるものです。この両者は、鼻の太さと長さ、そして、髭を除いて、全く同じです。ただ、今も言いましたように、7歳年上ですから、7歳年上らしくは表現してあります。上まぶたのたるみ、あるいは目尻のシワなどにそれが見られます。が基本的には全く同じだということです。まあ、この称号も1902号でしてみました。で、ダヴィンチの鼻をシノレにくっつけ、髭をくっつけますと、それはそのまま
ダヴィンチの顔になるということです。つまり、私たちが知っているダヴィンチの別のもう一枚の肖像画も、捏造された肖像画ということになります。二枚の肖像画が偽物であるとするならば、レオナルド・ダ・ヴィンチが存在していたという直接的な証拠はないということになります。で、これがアンドレア・デル・ヴェロッキオですけども、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前も捏造されたものではないかと私は疑っています。英語名で書いた上がアンドレア・デル・ヴェロッキオです。あくまでも英語名ですよ。で、それを並び替えていますと、そのままレオナルド・ダ・ヴィンチとなります。ただ、右から3文字目の H だけは、下のレオナルド・ダ・ヴィンチの中にはありません。が、しかし、それを H を除けば、全く同じなんですね。すなわち、アンドレア・デル・ヴェロッキオという画家の名前をですね、の名前の文字を入れ替えてできたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり、名前も捏造された可能性があるということです。これは、偶然ということもあり得ますので、ペンディングということにしておきます。ともかくも、このように一致するということですね。H だけを除いて一致するということです。そして、ベロッキオは、ダ・ヴィンチよりも17歳年上でした。イエスの洗礼を共に一緒に描いたというのではなくて、一人の別の画家が描いたものを二人の名前で発表したのと、私、林博士は判断しています。ここで三人の芸術家の名前が出てきます。アンドレア・デル・ヴェロッキオです。1435年生まれですね。で、ルカ・シノレリです。1445。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチ、1452です。で、アンドレア・デル・ヴェロッキオとダ・ヴィンチの年齢差は17歳。ルカ・シノレリとダ・ヴィンチの年齢差は7歳ということになります。で、この中で、誰がボスかということになるわけですけども、私はアンドレア・デル・ヴェロッキオだと判断しています。この一枚のセント・ジェロームの絵が、その証拠ということになります。これがアンドレア・デル・ヴェロッキオです。極めて精緻で、写真のようにというか、写真そのものですね。そして、このセント・ジェロームは人間ではありません。その証明も1902の方でしました。で、右が一応レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームです。特に鼻の先などを見ていただきたいと思うんですけども、全く同じなんですね。で、左のヴェロッキオの描いたセント・ジェロームの方がより正確で精緻だということです。で、右の方はレオナルド・ダ・ヴィンチですね。当然、レオナルド・ダ・ヴィンチがヴェロッキオの絵を真似したということになるわけですけども、しかし、右のセント・ジェロームの目の中には、トカゲなどにしかないって言いますかね、人間にはない、瞬膜というのも描かれています。で、左の方は毛穴まで表現してあるということですね。で、私は、この三人の中では、アンドレア・デル・ヴェロッキオがボスであると考えています。で、私たちが知っている、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、いわゆる架空の画家ですよね。そして、操り人形はですね、ルカ・シノレリをもとにして作られた、芸術家ということになります。で、この両者はイエスの洗礼を書いていますけども、両者が書いたのではなくて繰り返しになりますけども、二人の名前で発表したということになります。で、1500年後のイエスの話をしておきます。ミケランジェロも1500年後のイエスの操り人形
芸術家でした。その代表作と言われているのがこのピエタ像ですけども、向かって、左側のイエスの右腕を見てください。奇妙なコブがあるのに皆さんもお気づきになると思います。このコブですね。で、このコブは何かってことを調べました。このコブに注意してください。このコブが謎を解く鍵になりました。奇妙なコブですね。ボコボコと、まあ、人間にはないコブがこのように表現されています。これと同じコブがですね、カシナの戦いの右下の人物に描かれています。頭に花冠をつけています。まあ、このカシナの群像の中の王であることを示します。そしてこの腕を大きく反転してみますと、その腕は先ほどお見せしましたペーター像に彫り込まれているイエスの腕と一致します。なわち、このような形で1500年後のイエスはミケランジェロという操り画家を通してですね、芸術家を通してこの両者は同じ人物、なわちイエスであることを示しています。そして、レオナルドも同じような解剖図を残しています。人間にはないコブがあります。そして、この上腕のところにはヒレのようなものがついています。中央の、絵にも同じように描かれていますよ。そして、このコブを見てください。同じですね。すなわち、この両者がここで一致するわけです。右はレオナルドが描いたと言われている絵です。左はミケランジェロが彫ったと言われているペーター像です。で、ここに皆さんにお見せするのが、これが2000年前のイエスです。その証拠に、今言いましたように、カシナの戦いの右下に出ているこの人物と、この右の方の人物はですね、パーフェクトに一致します。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、これらの人物は2000年前のイエスであるということを示しています。もちろん処刑されて、処刑されたイエスは、あれは替え玉です。その替え玉も別のところで、替え玉説も別のところで証明しました。ともかもこの人物がカシナの戦いの右下に描かれている人物です。頭には花冠をつけています。王であることを示します。すなわちこれがイエスだということになるわけです。そして、並べています。同じですね。そして、ピエタ像の中に描かれているイエスとコブで繋がります。こうしてこの三者はイエスであることがわかります。すなわち、2000年前のイエスということになります。そして、1500年後のイエスは、ルネサンスの時代に復活しました。カシナの戦いをもう一度見てください。この中には、数字が隠し込まれています。7、5、0、2です。こうした数字を取って、レオナルドは67歳の5月2日に死んだことにしました。この絵が描かれた時にはまだレオナルドは生きていましたから、彼の死亡日も捏造されたということになります。そして両側の7、7を加えますと、イエス復活聖書という意味になります。すなわち、イエスは聖書に則り復活したという意味です。つまり、1500年後のイエスは、イエス自身であったということを、イエス自身がこのような形で私たち人間にメッセージを残したということになります。そしてその7、5、0の2の数字を取って、ダヴィンチはその後、67歳の5月2日に死んだということになりました。つまり、死ななかったということですね。で、結論と言いますか、まとめということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家はですね、人間には描けるはずもない地図を描いていたということです。そして、人間には描けるはずもない絵を描いていたということです。そして、その肖像画は捏造されたものであるということです。3D もしくは 2D のコンピューター技術を使って描かれていました。で、もう一枚の肖像画も
ルカ・シノレリの肖像画をもとにして作られた偽物であるということですね。つまり、ルカ・シノレリの顔に大きな鼻と髭をつけたのがダヴィンチだということです。そして、その名前もどうやら捏造されたものらしいということ。そして、その親分は、ボスはアンドレア・デル・ベロッキョであった可能性が高いということです。ミケランジェロも操り人形でした。そして、この両者を通して、1500年後のイエスは私たちにメッセージを残しました。イエスは聖書により復活したと同時に、ダヴィンチなる画家は67歳の5月2日に死んだことにすると。つまり、レオナルド・ダヴィンチが存在したという証拠はどこにもないのです。本当に存在したのであれば、このような小細工はする必要はなかったはずです。なあち、レオナルド・ダヴィンチは存在していなかったということになります。これが私、林浩司が発見した結論です。バイ。These three artists, Andrea del Verrocchio, Luca Signorelli, and Leonardo da Vinci were puppet artists concocted in the Renaissance by Jesus Christ after 1500 years. As to Leonardo da Vinci, he was a fictitious artist and he did not even exist.or a disguised artist of Luca Signorelli with a large nose and a long beard. Most probably you may reckon that I am out of mind before you make a surprise when I say so, saying that Hiroshi Hayashi is crazy. I know that, but then I would like to ask you to give me 18 minutes before you think so andYou draw your own conclusion. 18 minutes through which you may know that our history itself has been concocted and you may know there is another version of human history which we don't know besides the history we know. This is not a matter whether you believe in me or not, but a matter whether you accept this fact or not.Since I show you only visual evidence. Then I say here again that these three artists, Andrea del Verrocchio, Luca Signorelli, and Leonardo da Vinci, were puppet artists concocted in the Renaissance by Jesus Christ after 1500 years. As to Leonardo da Vinci,He did not even exist or a disguised artist of Luca Signorelli. アンドレア・デル・ヴェルキオ、ルカ・シノレリ、それにレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家たちは、ルネサンス期に現れた1500年後のイエスの操り人形でした。特にレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は架空の芸術家で存在すらしていませんでした。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は、ルカ・シノレリの一人二役の操り人形。ルカ・シノレリの顔に大きな鼻と髭をつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチでした。もっとも、こんなことを言えば、皆さんは驚くより前に、私の脳みそを疑うでしょう。林浩司は狂っていると、よーくわかっています。だったら、18分間だけ、どうか時間をください。その18分間で、あなたはこう思うようになります。私たちの歴史は捏造され、そして私たちが知らなかったもう一つ別の、別バージョンの歴史があったのだ、と。これは、私を信ずるとか、
信じないとかという問題ではありません。事実を受け入れるかどうかという問題です。私はここで目に見える事実のみを皆さんにお見せします。その上で私はもう一度ここでこう言います。アンドレア・デル・ヴェロッキオ、ルカ・シノレッリ、それにレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家たちはルネサンス期に現れた1500年後のイエスの操り人形でした。特にレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は架空の芸術家で存在すらしていませんでした。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は、ルカ・シノレリの一人二役の操り人形。ルカ・シノレリの顔に大きな鼻と髭をつけたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチでした。広し林、浜松シティ、ジャパン。最初に、私、林博士が発見したアンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの不思議な関係について話しておきます。アンドレア・デル・ヴェロッキオです。アンドレア・デル・ヴェロッキオの英語名はこうなっています。レオナルド・ダ・ヴィンチの名前はこうなっています。で、調べてみますと、アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前の文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチという名前になっていることがわかります。順に文字を照合していきます。これは偶然なのかという問題ですね。あるいは偶然でもですね、あり得る確率で起こる偶然なのかということにもなるわけです。V と V、V がここで一致します。つまり、アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前の文字をですね、入れ替えてできたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前だということです。で、その次の H だけが、レオナルド・ダ・ヴィンチの方にはありません。飛ばします。あとは、このように、パーフェクトに一致します。果たして、これは偶然なのでしょうか？偶然と言い切って良いものなのでしょうか？私は、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前はですね、アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前を元にして、捏造された名前であるというふうに判断しています。で、H についてですけども、イタリア名は茶色字のようになっています。発音記号の方を見ますとですね、ヴェロッキオとなっていて、H は特にあるようにも見えませんね。すなわち、英語名にするときに H を挿入したのではないかと、私、林博士は考えています。このように一致するということですね。で、アンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの生い立ちなんですけども、アンドレア・デル・ヴェロッキオの方が、年上ですね。17歳ですかね。年上ってことになります。ですから、アンドレア・デル・ヴェロッキオの方の名前をもとにして、レオナルド・ダ・ヴィンチの名前ができた可能性があるということになります。次に、やはり私、林博士が発見したルカ・シノレリとレオナルド・ダ・ヴィンチの不思議な関係についても説明しておきます。左がルカ・シノレリです。右がレオナルド・ダ・ヴィンチです。当時、実際、ルカ・シノレリの方がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチより7歳年上でした。そうした年齢差が、この両者の肖像画の中にも表現されています。上まぶたの、垂れている様子、あるいは目尻のシワなどにそれが表現されています。やや右のレオナルド・ダ・ヴィンチの方のにはですね、ぼかしが入っているような感じがします。
で、この両者を比べてみますと、鼻の大きさと髭を除いて、あとは全く、全く、全く同じです。ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。特に向かって右側の左目の周辺あたり、言いますかね、そのあたりに注意してください。が大変奇妙なことに、この絵の中でも、それだけ似ているにもかかわらず、7歳の年齢差を、が表現されているという点です。つまり、同じ、ほぼ同じ時期にできた肖像画ということになります。そして今も言いましたように、レオナルドの大きな鼻をシノレリにくっつけ、髭をくっつけますと、この両者は全く区別ってできません。そして貼り合わせてみますと、ピタリと一致します。つまり、ルカ・シノレリとレオナルド・ダ・ヴィンチは同一人物、一人二役の操り人形であったということがこれで証明されます。もう一度詳しく精査してみます。上がルカ・シノレリ、下がレオナルド・ダ・ヴィンチです。上まぶたの垂れなどにですね、7歳の年齢差は感じます。しかし、それを除けば、この両者は全く同じだということです。皆さん自身でしっかりと確認してください。これが事実だということです。まあ上の方はですね、シノレリの方は繰り返しになりますけども、7歳年上であるという、まあ、部分で、やや表現の仕方が違うということですね。またそれが正確に表現してあるということです。つまり、ルカ・シニョレリイコールレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。ルカ・シニョレリの方がレオナルド・ダ・ヴィンチよりも早く生まれて、そして後に亡くなっています。つまり、ルカ・シニョレリがレオナルド・ダ・ヴィンチに変装することはできても、レオナルド・ダ・ヴィンチがルカ・シニョレリに変装することはできない。つまり、ルカ・シニョレリの方が元で、そして大きな鼻と髭をつけてできたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチ、架空性説、架空の芸術家説は、このようにして生まれました。by 林博史です。左がルカ・シニョレリ、右がレオナルド・ダ・ヴィンチです。繰り返しになりますけど、ややぼかしが入っている感じがします。そしてもう一度、こうした、まあ、小さな部分を比較してみてください。同じだということです。つまり、右のレオナルド・ダ・ヴィンチなる操り人形は、そもそも存在しなかったということになります。まあ、これら両者はですね、一人二役で、1500年後のイエスの操り人形として人間との接点で動いていた人物ということになります。1500年後のイエスが書いたり作ったりした作品をこうした操り人形画家たちが人間との接点で、まあ、売っていたか、あるいはそのアジェンダを人間に伝えていたということになります。by 林博史説です。で、1445年にシノレリは生まれたことになっています。その7年後に、レオナルド・ダ・ヴィンチが生まれたことになっています。繰り返します。大きな鼻と髭を、シノレリの顔にですよ、大きな鼻と長い髭をつけたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチだということです。なあち、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在しなかったということになります。皆さんがご存知のあの老人になってからの、レオナルド・ダ・ヴィンチなる肖像画は 3D モデリング方式によって作られた捏造肖像画ということになります。これがルカ・シノレリです。そのルカ・シノレリの鼻に大きな鼻をつけ、そして髭をつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。繰り返します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる操り人形としてのですね、芸術家は存在しなかったということになります。で、話を戻します。アンドレア・デル・ベロッキオです。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチです。先ほどお見せしましたように、
アンドレア・デル・ヴェロッキオの名前を入れ替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチだということです。アンドレア・デル・ヴェロッキオの方、が17歳年上です。ですから、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の方がですね、アンドレア・デル・ヴェロッキオの名前を使って作られた名前だということになります。まあ、このような形でも、レオナルド・ダ・ヴィンチという画家がですね、操り人形として働いたわけですけども、存在しなかったという一つの傍証にはなります。まあ、こうして照合していきますと、それがわかります。繰り返します。アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前をもとにして、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前ができたということです。こうした言葉の遊びといいますか、文字の遊びというのは、中世以後、あるいはその前後かもしれませんけれども、西洋では広く行われています。で、H については、イタリア名の方にはありません。で、発音記号を見ますと、アンドレア・デル・ヴェロッキオで、いわゆるまあ、H が必要であったかどうかという部分でですね、私はこの H は後から挿入したものではないかと考えています。確たる証拠はありませんけども、まあ、ここまでね、偶然の一にしはあれない確率で、まあ、こうした事実が浮かび上がってきますと、H もそうした流れの中で挿入されたのではないかと、私、林博士は考えています。で、アンドレア・デル・ヴェロッキオについては、肖像画が残っていませんが、しかし、諦めてはいけません。以上は、偶然という言葉で、まだ片付けられる範囲の事実ということになります。が、これからはそうではありません。アンドレア・デル・ヴェロッキオ、ルカ・シノリリ、それに、レオナルド・ダ・ヴィンチです。これら3人の芸術家たちは、1500年後のイエスの操り人形として働きました。が、この中で、この3人の中で、誰がボスかといえば、私は、アンドレア・デル・ヴェロッキオを挙げます。一番、まあ、当時においてですね、年上であったということだけではなくて、アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前で、大変まあ、精緻な絵画が書き残されています。セント・ジェロームということになっています。これはアンドレア・デル・ヴェロッキオが描いた絵ですけども、この絵は1500年後のイエスであると、私、林博士は判断しています。その証拠は、この続く動画の中で皆さんにお見せいたします。まあ、これがアンドレア・デル・ヴェロッキオが描いた、セント・ジェロームです。このアンドレア・デル・ヴェロッキオが描いた、セント・ジェロームは人間ではありません。人間ではありません。その証拠が目の中に残っています。向かって左側の目に注意してください。目尻のところでラインが一致していませんね。目の中に目があるといった感じです。まあ、このような特異な下まぶたをしていたとも考えられます。今黄色で示したところが目尻です。ですからラインはここに収まっていなくてはなりません。またこの絵全体が写真のように正確で、眼球の上には白い光が描かれています。これがアンドレア・デル・ヴェロッキオのセント・ジェロームです。右がレオナルド・ダ・ヴィンチ。が書いたと言われているセント・ジェロームです。この両者は全く同じです。やや角度が違います。ポーズが違いますね。右の方はやや口を開いています。やや傾きが違うということですね。そして左の方がやや若いということです。で、こうして両者を比較してみますと全く同じなんですね。特に耳というのは指紋のように個人差がありますから、照合するときには大変便利です。その耳も同じだということです。小さな小鼻、それから大きな頬骨、割れた顎、割れた鼻先、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの特徴を皆このように兼ね備えています。まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチというよりもね、1500年後の当時としては、1500年後のイエスということになります。注意深く比較してみてください。まあ、この目を見てですね、人間の目と思う人はいないと思います。そして右の、レオナルド・ダ・ヴィンチの描いたジェロームの目の中には、瞬膜といって、トカゲなどの動物に見られる、膜が描き込まれています。
その証明も別のところでしました。そして大変奇妙なことに、左の、ベロキオの書いたこのセントジェロームには毛穴まで正確に表現してあります。キャンバスの横線が入ってますからちょっと見にくいかもしれませんけども、注意深く見てください。左がベロキオの聖ジェローム、右がダヴィンチの書いた聖ジェロームです。この両者を比べてみますと、左の絵の方が精緻で、精細で、完成度が高いということです。つまり、こういう点からも、ベロッキョがボスであると、私は、林浩司は、ボスであったと、私、林浩司は判断しました。当時としてはあるはずもない白い光が、この眼球の上に描き込まれています。まあ、こうして細部を見ていきますと、この両者は全く同じであるということですね。まあこれをどう解釈するかは皆さんの判断ということになりますが、しかしベロッキオイコールダヴィンチと考えればこの謎はきれいに解けます。そしてこの両者は二人で力を合わせてあのイエスの洗礼の絵を描いたと言われています。二人で力を合わせたというよりも一人のまあ、操り人形画家がですね、二つの名前を使って書いたと考えるのが自然だということになります。まあ、これら両者がですね、ベロッキオに書かれたか、あるいはレオナードに書かれたか、あるいは1500年後のイエスによって書かれたかということになってきます。繰り返しますが、ベロッキオの方が当時の年齢においては、ダヴィンチよりも17歳、年上でした。つまり、レオナルド・ダヴィンチが存在したという証拠は何もないのです。この向かって右側の肖像画はインチキです。そして同じようにこの肖像画もインチキです。私たちがダヴィンチの肖像画と思い込んでいるこの肖像画もインチキです。もし本物なら、こうしたインチキな肖像画を用意する必要などなかったはずです。またそれを良しとはしなかったはずです。そして今回、名前もどうやら捏造されたと言いますか、アンドレア・デル・ベロッキョの文字を並び替えて作られたインチキである可能性が出てきました。繰り返します。レオナルド・ダ・ヴィンチが存在したという証拠は何もないのです。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチは存在しなかったということになります。バイ。An artist named Leonardo da Vinci was a concocted artist in the Renaissance who did not exist. I, Hiroshi Hayashi, here again claim that an artist named Leonardo da Vinci did not exist. Leonardo da Vinci was a disguised Lucasino Lilli.Another puppet artist for Jesus Christ after 1500 years. Here I show you its evidence to prove this fact. ルネサンスにおいて、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は、捏造された芸術家であって、かつ、存在しませんでした。存在しませんでした。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチは1500年後のイエスに操られたもう一人の操り人形であったルカ・シノレッリの一人二役の芸術家だったということです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。ヒロシ・ハヤシ、ハーママシティ、ジャパン。ルカ・シノレッリとレオナルド・ダ・ヴィンチは、一人二役の、つまり、同一人物でした。しかも、ルカ・シノレッリの方がですね、早く生まれて、ダ・ヴィンチの後に死んでいます。そして、ダ・ヴィンチの方は、鼻が大きくて、そして、ヒゲがあります。つまり、ルカ・シノレッリがダ・ヴィンチに変装することはできても、ダ・ヴィンチが
ルカシネロレリに変装することはできません。では、順に検証してみます。まず、この絵を見てください。左端の下にいるのが、ルカ・シネロレリの自画像です。で、この自画像と、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と比較してみます。ルカ・シネロレリとレオナルド・ダ・ヴィンチが同一人物であることをですね、皆さんにも分かっていただけると思います。そして、この生まれた年を見比べていただくと分かりますように、ルカ・シノレリの方が7歳、当時年上だったということになります。ですから、大変奇妙なことに、この絵の中に表現されている二人も、ちょうど7歳程度の、年齢差があるように見えます。は、まぶたのたるみなどにそれが表現されています。あるいは、目尻の、シワなどにもそれが表現されています。がしかし、鼻を覗くと、あとは全く同じなんですね。もちろん、右のダ・ヴィンチの方には髭があります。比べてみると、シノレリの鼻よりも大きくて、長いって言いますか、高いですね。で、こうして、ここが今日重要なポイントですから、皆さんにしっかりと確認しておいていただきたいと思います。拡大して比較してみます。で、こうして比べてみますとですね、顔というのはですね、普通は違いがないという点で同じというふうに判断します。がしかし、これら両者はそのレベルを超えて同じだということです。特に、この向かって右側の二人の左目周辺を比較してみてください。大変よく似てれてますか？同じであることに皆さんはお気づきになると思います。ただし、右の方はややぼかしが入っています。上まぶたのたるみで7歳の年齢差を感じます。がしかし、同じ人物なんですね。で、目の周辺を拡大して比較してみます。上がシノレリ、下がダヴィンチです。で、目の周辺を見てもですね、違いがないという点で同じだということです。眼球の位置、そして、下まぶたの表現方法ですね。そして目の付け根など、やはり違いを見つけることができません。左の方はですね、やや上まぶたが下がっています。年齢差をこのように表現したものと、林博士は判断しています。つまりこれらの絵はですね、同一時期と言いますか、に描かれたということになるわけですよね。ちょうど実際の年齢差が7歳あるということですから、絵の上でもちょうど7歳の年齢差があるように表現されているからです。そしてこうして比べてみますと、上の絵に髭、そして鼻を付け足した絵が下の絵だということになると、皆さんもお気づきになると思います。つまり、シノレリとダ・ヴィンチは一人二役の、いわゆる同一芸術家であったということになります。兄弟とか双子とかそういうことは考えられません。つまり、ルカ・シノレリの方が先に生まれていた。ってことにもう一度注意してください。ルカ・シノレリの方が7歳年上ということになっています。記録上はね。そして、比べてみますと、これら両者は同じ人物である。シノレリは1445年、ダ・ヴィンチは1452年に生まれています。そして、シノレリの方がダ・ヴィンチより長生きして、ダ・ヴィンチより後に亡くなっています。ということになっています。こうした事実をですね、積み重ねていきますと、冒頭で申し上げたような結論になるというわけです。もう一度年代表を見ていただきたいと思います。シノレリの方が先に生まれてダ・ヴィンチより後に亡くなっています。一人二役の芸術家であったとするならば、シノレリの方が主で、ダ・ヴィンチの方が従ということになります。しかも後で説明しますが、シノレリとダ・ヴィンチは同じ思想で同じような絵を描いています。セント・ジェロームの絵などは区別がつきません。なわち、シノレリとダ・ヴィンチは同じ思想、同じ考え方を持っていたということです。で、結論ということになりますが、左がシノレリ、右がダ・ヴィンチです。これら両者は顔を比較して見てわかるように、同一人物、なわち、一人二役の芸術家であったということになります。そして、ダ・ヴィンチの鼻をですね、
シノレリにくっつけてみます。そしてダヴィンチのヒゲをシノレリにくっつけてみます。すると、これら両者は7歳という年齢差はありますけども、同一人物になるということです。で、変装するとしたら、シノレリがダヴィンチに変装することはできますが、ダヴィンチがシノレリに変装することはできません。なあち、シノレリが大きな鼻を自分にくっつけ、ヒゲをくっつけたのが、レオナルド・ダヴィンチということになります。なあち、私たちが知っている、レオナルド・ダヴィンチという芸術家は、シノレリの一人二役のもう一方であって、そして存在しなかったということになります。今、つけ花、つけひげをつけてみましたが、こういうことになるわけですね。この両者は、同一人物、すなわち、一人二役の芸術家であったということになります。あと考えられるのは、双子の兄弟であるとか、まあそういったことですけども、それはありえません。もう一度、このシノレリを見ていただきたいと思います。このシノレリこそが、ダヴィンチの原型ということになります。鼻を大きくして、ヒゲをつけたのが、私たちが知っている、レオナルド・ダヴィンチということになります。皆さん、レオナルド・ダヴィンチという芸術家は存在しませんでした。シノレリというのは、1500年後のイエスに操られた操り人形であったわけです。その証明は続く動画の中でします。こうして、1500年後のイエスがですね、芸術家たちを利用して、自分の教え、思想を広めようとしていたということです。続く動画の中で、その証明をさらに深めたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!